スタートのことを知ってる方もいると思うんですけど、まだまだ知らないよって方もいると思うので、スタートの紹介をしたいと思います。くんにょん。はい、私たちスタートは豊田市を中心に全国各地で活動しています。はい、それでは今日のメンバーの自己紹介をしていきたいと思います。はい、1,2,3,4,5,6 ゆなな。夢をたくさん持ってます。中学3年生14歳ゆななこと松崎ゆなです。よろしくお願いします。ゆなな。はい、ひまわりみたいに太陽と仲良し、中学3年生15歳ひなたこと萩野ひなこです。よろしくお願いします。ひなた。はい、光る瞳であなたを見つめちゃうぞ。キャ。大学2年生20歳ひかこと斉藤ひかるです。よろしくお願いします。ひか。はい、毎朝空から幸せ運びを、高校1年生14歳のくんぴょんこと朝空しずくです。よろしくお願いします。くんぴょん。はい、いつもテンション上げ上げのふわふわガール、高校2年生16歳なーちゃんこと牧野なぎさです。よろしくお願いします。なーちゃん。はい、小さいけど頑張るーちゃん。中学1年生13歳るーちゃんこと佐藤です。よろしくお願いします。るーちゃん。今日はこの6名でネッツ豊田チューブ盛り上がって盛り上げていきたいと思います。それでは次の曲。聴いてください。気まぐれストーリー。Thank you.
Yeah.
知県豊田市のご当地アイドル豊田の星スタートでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして一つだけ告知させてください。私たちこの後、5時半から名古屋の伏見の、バーサス東海ホールというところで定期ライブ展が行われます。イエーイ。はい、少しでも気になった方がいたら、やっぱここからちょっと名古屋はね少し遠いんですが、もしよければ来ていただけたら嬉しいなと思います。当日券もあるので、しかも女性の方は500円、男性の方は当日1500円ということで、皆さんぜひお休み